はい、どうもね、あきみつボーイです。今回の動画なんですけど、あのびっくりそう、あの散歩行ったばっかりでね、めっちゃバテバテになってますそう、ウィッグに、普段ね、あげているご飯の方を、まあ、紹介していこうかなっていうのと、まあ、まあ、スタイル動画っすね。ああ感じで言ったらね、をね、ちょっとやっていこうと思ってます。飼い主より疲れてるで、ね。ということでね、早速、やっていきましょう。どうぞ。はい。ということでね、今、うちでウィッグにね、与えているご飯がこちらになります。ドッグフードが、350g の、馬肉。馬肉がね、60g。で、こっちが牛脂になります。で、まあ、馬肉の方はね、冷凍の馬肉を使ってるんで、まあ、よく解凍して、で、生でね、揚げた方がいいです。っていうのも、茹でたりするとね、こう、鉄分とか、そういう栄養素がね、やっぱ減ってしまうんで、生のまま揚げるのがいいかなって思います。まあね、これからね、揚げてみたいっていう方は、まあ、量をね、こう、ちょっとずつ増やしながらやっていくのがね、いいんじゃないかなと思います。で、牛脂も、まだうちに来てね、そんなに時間が経ってないんで、まあ、とりあえずね、半分ずつ。で、うんちの量を見ながら、こう、牛脂の量を増やしていくっていう風にね、していこうと思います。まあね、人間よりね、いいもん食べてますよ、本当に。まあ、馬肉なんですけど、馬肉は、高タンパクで低カロリー。で、まあ、鉄分豊富なご飯なんで、ワンちゃんのね、こう、ご飯にしてはめちゃくちゃ有能です。まあ、生であげるのはね、もちろん、ワンちゃんにもいい。で、うちのね、実家で、飼育しているピットブル、シェパードも、まあ、まあ、これよりまだ全然多いんですけど、ドッグフードの量多め、の馬肉もまだ多め。で、牛脂が一つ丸々、一つか二つぐらい使うぐらい与えています。まあね、馬肉はいろいろこう変えても大丈夫ですね。鹿肉とか、まあ鶏肉とか、まあその辺はね、まあ飼い主さんがこう調整してあげるのがね、いいんじゃないかなと思います。では早速ね、まあ混ぜていきましょう。はい、ということでね、まあ牛脂が、溶かし終わったので混ぜていきたいと思います。まあ馬肉もねまあ入れて、まあほぐしながらね、まあこれを混ぜてあげる。そうするとね、もうワンちゃんの食いつきがすごい良くなります。で、これで、おー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 、すごいすごい。まあかき混ぜてから牛脂をね、まあ、このフードの方にかけていく。で、牛脂はね、あんまり多すぎるとめちゃめちゃ高カロリーなんで、太っちゃう原因になっちゃうんでね、そこもまあ調整しつつがいいと思います。で、まあ牛脂をね入れるとすごい食いつきが良くなる。で、そこはねすごいおすすめですね。で、まあ、よく混ぜてあげて、当てていくっていう感じになります。うん。いや、いいっすね。馬刺し、自分もめっちゃ好きなんですよね。ほんと。ワンコ様様やね。いく。はい、じゃあね、与えていきましょう。与えていこうかなって思います。大体。ウィック？ウィック？
ウィッグ、ウィッグ、ダウンは足、はい、いいよ。うん、とりあえずね、こうやって馬肉ばかりをね厳選して食べていきます。そう、もっとねこうフードの方もね食べてほしいんですけどね。うん、よく食べる。まあウィッグの場合ね、まだこの量でも結構残しちゃいます。なんでまあ少しずつねこう量の方を調整して、増やしていって、まあお腹にね負担がないようにやっていこうと思ってますね。美味しいですか？ボロ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 、本当に。そうで、まあワンちゃんのねご飯あげるときっていうのは、このね餌皿に手を入れてもいいような状態にするのが一番いいです。まあ、そのね餌皿に手を入れてもいい状態にするっていう方法なんですけど、ご飯をあげるときにねこう容器の中に手を入れた状態で、あ、ごめんごめん、手を入れた状態でこうワンちゃんに与える。そうすることによって手が餌皿の中に入っててもご飯を取られないっていう風にねワンちゃんは認識してくれるんで、それをねしておくと、もし何かが入った時にこう手を入れようもんならこうグーって怒っちゃう。まあそういうことがねなくなるんで、これはねぜひねやってみてください。よく食べること。ああもうこんな感じでね、まあいつもはねちょっとちゃんと餌用の場所がねあるんですけど、ちょっと今日はね取りやすいところで取らせてもらっています。あ、残した。これだけね残しましたね。で、こうやってね生肉をあげている場合、残っているから置いておくっていうのは絶対しないでください。食べたらもう撤去しないと、生肉なんでね、ワンちゃんでもお腹を壊してしまうんで、そこはね気をつけてあげてください。またねビッグのね咀嚼音でもちょっと取っていこうかなと思っているんで、食べ始めました。そう、こうやってねちゃんと食べてくれたらねすごい嬉しいですね。はいはい、もういらん。はい、ということでね、久々のエンディングっていうことで、どうだったでしょうか。まあね、ピットブルーはまあ特定犬種って言って、まあそれもねまた説明していこうかなと思ってるんですけど、特定犬種っていう結構ねこう危ないワンちゃんになるんで、まあちゃんとねしつけの方はしていくっていうのを大前提に、飼える人がこう飼って欲しいワンちゃんですね。まあこれからねウィッグの調教の方も、動画にねこう出していこうと思っているんで、もしよかったらね楽しみにしておいてください。じゃあ今回はねこの辺で終わりにしましょう。またね次の動画でねお会いしましょう。バイバイ。お腹いっぱいね。